はいどうもはいどうも、X ラージスペシャルです。今日は、その前に、あれですね、まあみんな悪いって言ってるわけですが、無視されるは全然いいんですよね。実際のところ反応もないっていうより、結構無視されてる動画とかあって、ニコニコ動画見てるとあれよりマシかなと思ってね。なんだっけ、あれ。FF6 をやり込むプレイの動画とか、あと、なんだっけ、ゼノギアスの動画とか、6個目しかついてなかったりとかして、かわいそうだなと思いました。まあいいや。じゃあ俺は、クラシックが好きだ。アマデウス・ディレクターズ・カット版。椿姫・アギーダ。イーネンベルクの指輪。イーネンベルクの指輪。トグランドット。長女・ウフジン。ラポエム。カルメン。トリスタンとイドルテ。サル・デリア。トスカ。マノン・レコ・プッチーニ。ローエン・グリーン・ワーグナー。フィガロの結婚、ドン・ジョバンニ、モータルト、セルビアン・リアス・シロシーニ、あとサロメ、コウモリ、サロメ、アルフ、ヨハン・ストラウス、ナストス・ウスのアドリネ、ヨハン・ストラウス、コウモリ、ヨハン・ストラウス、2世、ナボック・ベルディ。で、クラシックオーターの俺としては、このウェイミュージックとのだめカンタービレを買ったわけなんですが、これがね全然下手なんですよ。俺妹絶対音感持ってるし、ギターとかバイオリンとかピアノとか弾けるんですけど、妹の向こうもベースやったりして、で妹たちはうまくやってるんですけど、俺はあれなんですよ、今はうちうまくいかなくて、音が外れてばっかで、セッションしても全然合ってなくて、なんかつまんないんですよね。ゲーム自体は面白いと思いますよ。まあ、それくらいしかない。じゃあね。バイバイ。どうも、エクサライズスペシャルでした。